うん、実はね、うん、去年の年末ぐらいから、うん、マサオチャンネルの視聴者数が増えております。へえ。それまでずっと1日1人ペースで増え続けてたけど、うん、年末ぐらいから1日3人ペースに増えてる。ポンコツ和尚聞いてんじゃん。多分ね、サックスやと。あ、そんなわけで、新しい人が増えてきたので、キヨさんって誰やねん、うん、新しい人にしたらなんか知らん人や、うんうん、ということで改めてどんな人っていうので、うん、まあ、どんなお仕事してはんのとか、そのお仕事どんな仕事とか、うん、なんでそれやろうと思ったみたいなことを一個聞いてみようかなという回を考えてます。これ何回目なの？これ、今年の1回目。いや分かってるけど100何回目知らん。こんな感じやわ。108回目や。煩悩の数から始まるんで。はい、ほら、はい、では参ります。キヨさんのとことん過激に行ってみようか。はい、皆さんどうもこんにちは、こんばんはでございます。そしてね、1月僕は収録してなかったんで明けましておめでとうございます。ね、2024年でございまして2月5日の配信でございます。久しぶりにスーツじゃなくて普通にジャケットとジーパンのキヨさんです。相変わらずのマティシャツ中の人です。はい、お元気ですか？いやいや元気ちゃうよ、全然元気ちゃうよ、うん、もうね1月14日、これね、だから収録取れへんかったよ1月さ、はい、それはもう理由があってね、うん、1月14日に北九州でアドリアナルクグループの公演があって、はいはいはい、1月28日に呉でアドリアナルクグループの公演があったんですよ、はいはい、ほんで僕ともう一人の子以外全員キャストちゃうねん。つまり2人を除いて、そう、他の人たちは1公演しかやってない。そうで、僕ともう一人の子だけ2公演出たよ、うん、ほんならずっと稽古いとかなあかんねん。ああなるほどね。ああ例えば普通両方とも全員同じキャストやったら、うん、北九州終わってた時点で、うん、ちょっと休憩取って、うん、で思い出し稽古とかもうちょっとブラッシュアップするために通し稽古やったりとかして、うん、返し稽古やってほんで本番とかっていうのもできんねんけど、うん、北九州終わった次の日から稽古やったんよ。はい、北九州で主役やった次の日にやね、うん、稽古やね、うん、もうな体グダグダやん、疲れが。ほんなら体調崩してさ、うん、で胃腸炎にかかったよ、はい、でこの胃腸炎にかかったのも、うん、体が弱いからっていうのもあんねんけども、そもそもちょっと理由があって、うん、多分やね、これは多分やねんけど、排水口をな、北九州の公演終わって帰った晩に、はい、排水口詰まってん、はい、ほいでやん。で、クレ行って、その時ちょっとお腹ましやって、うん、あ、これちょっとこれできるかな。でもなかなかちょっと体に力入れへんわけよ。ほんなら、でもちょっとこれは食べとかなあかんなと思って。で、クレ広島やからさ、お好み焼き好きやさ、お好み焼き頼む食べたいの。ほんなら、アホや俺も。店員さんにオリジナルのやつお願いしますって言って。牡蠣入っとったんちゃう？そう、ほんで聞いたよ。これはやばいと思って。牡蠣は入ってませんよねって聞いたよ、うん、まずは声入ってませんって言うから、うん、よかった、うん、これお願いします、うん、ほんならホルモン入っとったよもうこれはもう圧倒的に僕のミス。ほんでホルモンの油がやっぱり回って、うん、お手合わせゲネプロ本番でそのゲネプロの朝に下してさ、うん、まあ、ゲネプロの間ずっと肛門括約筋ぐっと締めたままこの辺もしんどいし脱力してるし、ほんなら意外とええ声出たんや。あーなるほど。ほんでもうこれやったらもうこんだけまあええ声出てんねやったらマシやねんやったら、うん、もうこのまま明日でええわと思ったら治ったんよ。お腹ちょっとマシになって、はい、下すのもなくなったんよ。食べてへんからさ、うん、ほんならあんまり力入らへん割に変なところだけ力むからやっぱり高音2回ぐらい失敗した。もうこれはほんま悔やまれる。あ、大好きな作品でね、大好きなキャラクターの作品やったのにもうほんまもう自分の中で反省。もうでもまあ指揮者の阿波辻君とかはあそこだけ気になったけども他はすごい良かったですよって言ってくれたから、まあ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 前さんとかそういうふうにフォローしてくれるんやったらまあ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 、まあ、それは信じようと思った、はい、もうでもね、だからもうこいで
ほいでよ、うん、で今うどん食べてきますね、うん、で俺アホやねほんまになんか食べたいと思ったもん食べたくなるねやっぱり、うん、でもお腹に優しいもんやからうどんぐらいやったらええわと思ってさ日替わり定食頼んだらさで唐揚げって書いてあったよ、うん、唐揚げ1個2個かなと思って、日替わり定食についてくる唐揚げなんかこれぐらいのやつが2つついてくるかなと思うやんか、うん、まあまあしっかり唐揚げやってさちょっと今はしてみようそんなもうえらいえらいドゥアー喋ったけどごめん前振り短くって言ってたのにめっちゃ喋ったそうはね、うん、あの時間の尺半分ぐらい使っちゃったバサッとやってるかもしれないごめんな、はい、よ、いいえ、はい、というわけで本日のメインはこちら、はい、どーん企業さんってどんな人、はい、ちょっと新しい人増えてるので、うん、これはチャンスじゃないですか、うんうんうん、企業さんどんな人っていうのを紹介したいと、うんうん、いうわけです。あの何やってる人ですか。テノール歌手、オペラ歌手、オペラ演出、声楽指導、はい、あと最近ちょっとアクティングコーチみたいな人もやってる。何それ。そうやろ、うん、あのお芝居の指導みたいな。あーなるほど、うん、だからお芝居の指導とまでは言わへんけども感情の作り方であったりとかワークショップ的なやつ、そう、はいはい、を個人であのマントゥーマンで歌手であったりとオペラ歌手であったりとかミュージカル俳優さんであったりとか、うん、もうはたまた普通の役者さんとか、ね、にやってる。なるほど、うん、でメインはオペラ歌手っていうの。オペラ歌手やね。僕はねオペラ役者って自分では言ってる。あ、なるほど、うん、はい、まあ、まあ世間の認知されてる単語ではオペラ歌手っていうのかな。まあそうやね。オペラ歌手って何どんな生活してるんか世の中の人に全くイメージがないと思うんですよ。せやね。ちょ、オペラ歌手ってどんな人ってイメージは湧くやん、うんうん、あの舞台に登ってるイメージ。でもどんな、え、要はそのじゃあずっと毎日あのオペラ劇場に通って仕事してるんですかとか、うんうんうん、なんかそんなイメージが全然わかんないでしょ、うん、どうなんですか普段。何種類か人がおるのよ、うん、そのオペラ歌手の中でもほんまにこういろんなパターンがあって、例えば多くのいわゆるオペラあの関西にいるオペラ歌手とか地方にいるオペラ歌手とかっていう人らは東京ちょっとまた状況がいろいろ変わってくるんだけど、オペラ僕らは基本的に古くその、まあ、日本にオペラが入って今100年ぐらいですよ、うん、ならあの古くから日本でオペラやってる歌手っていうのは基本的に生徒に教えたりとか、うん、レッスンをすることを、うん、やりながらあの舞台活動をやってるような人たちが多い。なるほど。でただここが結構変なところで、うん、その一昔前二昔前ぐらいかな、うん、20年ぐらい前とかだったら本当にそういう人たちが多かった、うん、でも今は舞台とか演奏活動だけで食べてる人もたくさんいる。おうおうおう、うん、で、でもそういう人は大体大手の事務所に入ってたりとか、うん、クラシックの大手の事務所であったりとか、うん、もしくは芸能事務所に入って、うん、マネージメントが自分じゃなくてマネージャーがいてて、うん、でマネージメントがしっかりしててそういうところにこう、売り込んだりとか仕事を取ってきたりとか、はい、オーディションを受けたりとかっていうのでほんまに芸能活動みたいにオペラをやってる人がたくさん。ああ、なるほど、うん、でも関西の中でそれをやってる人は結構少ない。だから、どうしても関西の方が、うん、そもそもあの舞台の数が少ない、うん、そうね、のでそのパートタイムかオペラ歌手みたいな状態なのかな。そうね、うん、で残りの時は、学校の先生やってたりとか、うん、まあ、あのレッスンをしてたりとか、そうそう、合唱団を教えたり、合唱団を教えたりとか、うん、なるほどね。そしたらあの清さんは、大学の先生兼合唱の指導も。そうね、大学の先生と合唱の指導とで個人でやってるあのレッスンと、はい、でさっき言ったみたいにアクティングコーチ的な指導とでオペラ歌手と、はい、まあ、これかな。ただ5本柱で、まあ、あとオペラの演出やったりとかしてたら、うん、6本ぐらい。あとなんか最近あのオペラの解説をして回る人になってる。ああ、それも多いから7つぐらい。だから僕は結構稀なタイプ。あ、だからオペラ歌手っていう人たちがみんなこの7つぐらいの仕事をやってる方はそうじゃないし、はい、だまあ、僕の友達のオペラ歌手は例えばオペラ歌ってプロの合唱団に入ってて、うん、
ほんで合唱団を指導してる。あ、で個人レッスンを教えてる。大学の先生はやってない。あ、こでそこで大学先生やってる友達もいるしっていうやつもいるし。なるほど。そんなフルタイムオペラ歌手っていうのは日本ではまあなかなか少ないから、でフルタイムオペラ歌手って思ってる人らもうオペラだけじゃなくて普通のコンサートで、出てお金もらったりとかしてたりとかするから、だから結果としてはオペラ一本でオペラだけをやりながらオペラ舞台オペラだけの舞台を立ってお金を稼いでるって人はちょっと少ないかも。ヨーロッパに行ったらいいの？ヨーロッパめちゃめちゃいる。あ、なるほどね。ヨーロッパめちゃめちゃいる。で、それがメインでたまにレッスンしましょうかみたいな感じの人、結構多いかな。なるほど。だから日本でいう歌舞伎俳優みたいなもんやね。まあそうかもね。それ向こうにはフルタイム歌舞伎俳優はきっといないけど、日本に行きゃいるので。ああ、まあまあそうかもね。だからなんかこうやっぱり海外の伝統芸能をやるっていうのはそこの難しさがあるかな。まあそうですね。で、そのお仕事はどんなお仕事っていうのは、今聞いたので、なんでそれやろうと思いはったんですか？もともとね、僕ねポップス歌手になりたかったんですよ。こう中学生の時に、子供の頃から歌好きでさ、で親も合唱指導と、おふくろはソプラノ歌手なんで、歌が好きでね、子供の頃から、で母親のピアノの発表会に子供の時に歌でこう参加したりとかもしてさ、やっとったんや。でなんか人前で歌うことがすごい好きでさ、 でも、僕ら中学の時ってさバンドブームですよ。第一次バンドボーイとかさ、はいはいはい、で大体さボーイのああいうギグっぽい感じのサウンドによるか、TM のさ TM ネットワークの近未来的なサウンドにハマるかどっちかやってるか、で僕 TM 流行って、で TM すごい好きで、でも 目悪くて眼鏡かけとったから、なんか眼鏡かけてるポップス歌手っておらんなと思って、ほんならさテレビで OSN が出てきたよ、ほんでもめっちゃ感動して、あマイマイブって触ってた。その OSN の僕はこうファンになってさ、ポップスやりたいと思って、ほんで曲書き出した、で曲書いて C 書いたりとかして、いつかもポップスにはないだろうな、ほんで槙原敬之が僕ら高校生の時ですよ。で槙原さんが高校の時で僕らが高校の時槙原さんがデビューして、ほんなら槙原敬之さんってうちの親父の生徒やったよ。春日岡高校出身の、学校の先生、音楽の先生の生徒やったね。そう、うちの親父が春日岡高校で教鞭取ったから、ほんならそこの生徒さんやったよ。でも知らんかったよ、で家でこうやって槙原さんの CD 聴いとったら、親父がお前これ何で持ってんねんと、これお前うちの生徒やからっていう話になって、めっちゃ短いな感じるので、俺ポップスシンガーなれるんじゃねえとか思ったよ、アホやから。ほんでポップスを勉強するためにはまず歌勉強するなと思って、家の近所の一駅離れたところの師匠の茅本芳子先生のレッスンを受けるようになって、ほんならあれこれちょっとこれで音大行ってみようと思って、歌で音大行ってみようと思って、アホやから。ほんならイタリア語を知らなきゃダメよとか教えてもらって、ほんで音大行ったらオペラと出会って、これで食べていけたかなと思って続けてます。クラシックやってる人が、なんか意外と目覚めてポップスに行くっていうルートは結構聞く気がすんねんけど、逆にポップス目指してて結果クラシックに行く人ってまあ珍しくない？そうかな。でもなんかうちの生徒も一人おんねん、めっちゃラップやれてたのねんか、でラップやっててめっちゃもうズラズラズラってめっちゃうまいねラップ、そいつがこうでもやっぱ歌でやってみようかなと思ったんですけど、初めチャラッと入ってきたのに、大学2回生ぐらいの時に僕のオペラをオペラハウスで見て、これやーって開眼して、先生僕オペラやりますーってやってオペラやってる。結構いるのかな、だからやっぱり知らんものに触れた瞬間のその電気の走るような衝撃がバーンって落ちた瞬間は典型だって思うんちゃう。あーなるほどね、これこそ神の啓示だとかってあるんじゃないかな。僕はやっぱりあったな。あそうか、ポップスの人の実はもっとクラシックやってましたっていう話は、メディアに乗るから触れてるだけで、逆ルートはあんまり直接話しないと聞かへんだけで、意外といるのかな。そうやと思うで。だってビッグバンドから始まって、やっぱりソロのなんかトランペットの曲を聴くとかもあるやろうし、
初めはメロディーしか吹かへんかったけども、その後なんか再生率聞いてたまらん、こう、うわ俺すっげえとか思うやつもおるやろからさ、うん、だからそういうなんか知らんものに触れた瞬間の、うん、このビビビッときたものは信じていいんじゃないかな。なるほどね、まあ、そんなわけで多分過去に一度は絶対どの話も聞いたことあるはずなんですが、うん、まあ最近来た人でね、うん、過去の動画掘ってまで見るほどじゃないっていう人もいるじゃないですか。いや、掘ろう思ったら大変なのよ。それだって108回目やからな、これな、うん、煩悩の数だけやっとんねん、煩悩の数だけ、うん、そうそうそう、なので改めて、こんな人ですっていう話を聞いてみました。とりあえずお仕事編で、はい、またね、次回以降でね、プライベートの話を聞いてみたりとか、ちょっと小ネタを話したりとかしようかなと思います、うん、はい、あ、時事ネタやってないね、一発目なのに。一発目だから時事ネタ一番最初にちょっとだけ話した、俺がちょっと体調崩してるぐらいな。あ、なるほど、世間の時事ネタじゃなくて前、ね、世間の時事ネタな、松本人志さん大変やね。ねえ、それだけやわ。もうなんかでも週刊誌のあり方も考えなあかんな。週刊誌もそうだし、ツイッターとか YouTube もそうなんやけど、その刺激的なことを言って注目を集めた人間が得をするっていうのは、僕はもうこの3年でなくなると思ってる。うん、なくなってほしいね。僕は南部さんが亡くなられたやんか、うん、電撃ネットワークので、あれのお通夜に、なんか鬼滅のコスプレしてるわけのわからん兄ちゃんがさ、こう絡ん、田代正史に絡んでいたやつあるやん、はい、あんなん見た時にもこのインプレ稼ぎのためだけにこんなことやってんやったら、ほんまこいつろくでもないなと思ったけど。そうですね、うん、だからね、それがまあ今はね、それに釣られる人もいるじゃないですか、うん、僕らの年代も結構多いと思うんですよ、うん、多分若い子たちが、うん、もうそんなんを見てはっっていう鼻で笑うっていう、ね、うん、世代が増えてきたらだんだんその人たちは淘汰されていくんじゃないかだと思うけどね。もうなんかそれを待ちつつ、その YouTube だったりとか X だったりとか、うん、Facebook だったりとか、あの辺がそれ、そのなんだろう、あんまり倫理的に良くないものでバズらせるっていうものをに利益を与えないようにしようというシステムを作っていくのだよ、きっと、ね、そう、まあ、結局それを管理するのがどういうふうに管理するのかっていう問題だったりするんだけど、でもね、なんかであったりとか、あと漫画家の原作者の芦原さんが亡くなられたことも、はい、すごくもう本当お悔やみ申し上げますですよ。ただただこう辛いですね、まあ、それに対してのコメントはもう何が正しいか分かりませんから余裕はあるのですけども、ただただなんかこう人が一人亡くなったということと、あとやっぱりこうなんだろうな、創作したものに対するリスペクトって、それだけはみんな持とうねはあるな。そうね、うん、話2話になるから、またなんかその話はどっかでしましょうか。そうか、はいはいはい、というわけで、本日はキヨさんがどんな人っていうのをちょっと伺っていきました。近々で予告するようなことはありますか。こちら2月の5日の配信です。2月5日の配信です。2月の、うん、あれ何週10何日目や、公演名わかる、2のメイプルクワイア、2月の18日午後2時、美濃文化交流センター8階大会議室、はい、僕が毎週木曜日の朝に教えてる合唱だからですよ、うんうん、あ、木曜日の朝やのに混声合唱だよ、うん、男性の人もいらっしゃる、リタイアされた方が、そう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 、はいはい、定年退職された方たちが何人か来られてて、ほんで今までの団員の数の中で一番多い数、はいはい、で、この箕面のね、駅前にねサンプラザっていうのがあるんだけども、うん、そこがね、なくなるんですよ、うん、でそこの8階で何回かコンサートやらせてもらったんですけども、まあ、お別れ の, その会館がなくなるから、うん、お別れのコンサートしましょうということで、うん、その2月の182月18日日曜日、2月18日曜日に僕が合唱の指揮をして、おじさんおばさんたちが歌を歌います、はい、結構ね難しい曲も3曲ほどやるので、はい、皆さんがよく知ってる耳なじみのいい曲、いい日旅立ちとか、うん、翼をくださいとか、うん、あの辺のことをやったりとか、あと会場の皆さんと一緒に歌いましょうっていうコーナーとか、はい、あとゲストに古瀬真希夫さんに来ていただいて、はい、ちょっと歌を歌ってもらったりとか、そういうコンサートやります、はい、
ぜひ来てください。はい、無料です。あ、本当だ。はい、あ、それでありがとうサンプラザなのね。そう。はい。マコスンスランプ関係ないのね。おう、はい、中野さんの話でもいいよ。はい、いや、僕パッと見て、なんでやろうと思って今聞いてやっとなった、はい、全員でランナー、おじいちゃんおばあちゃんでランナー打ったら大変やおもろいな、もう走られへんから誰も走られへん、はい、というわけで、そうそう、ほんで3月には、はい、天王寺組合唱団の年度末のコンサートがあります、はい、でその後あの犬のオペラザ・ドッグっていう30分ぐらいのオペラかな、はいはい、新作で作ってるのでこれがあります。あれ僕なんかチラッと見たいけど新作オペラが何本もあるのよね。そう、短い新作オペラ、ショートショート の、 あのオペラをなんか4本ぐらい、はい、ちょっとあのそこでぜひあの森のくまさんを作ってくれて、ね、次回以降のお願いをしといてください。いや、よろしくお願いします。はい、必然的にこいつが歌わなあかんってことは中の人が歌わなあかんことなんでしょうか。クマは歌わない。はい、はい、というわけで以上でございます。はい、というわけでございまして、2月5日の配信でございましたわよ。まあね、ほんでね、胃腸炎でなんか意外と流行ってるみたいで、なんか周りでも結構あのバタバタ倒れてるので、あの昨日あった後輩も胃腸炎になりましたって言ったから、だからあのなんか僕だけじゃないみたいです。だから流行ってるみたいです。でインフルエンザも流行ってます。であのこれ言ったらまだ嫌がる人もいるけども、あの新型コロナもまあまあ流行ってて、あの黄色、赤、青で言うと赤色ですわ。もう結構どこ の、 あの病院も多くなっているので、皆さん手洗い、うがいは気をつけましょう。であの乾燥してるんでね、あのマスクいいっすよ。あのなんかこういろんな意見あるけれども、この乾燥してあの寒いところに出ていくんやったらマスクあった方が絶対暖かいと思いますわ。というので僕はちょっとマスクを推奨しておりますけれども、というわけで、次は2月の15日の配信になります。皆さん元気でいてくださいよ。ほなまた会いましょう。では。はい。は。大体同じ尺になったな。まあまあそんなもんや。これはそれでありやん。